日本鹿児島県日置市移住院長、清藤住院長清藤は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡移住院長、清藤村、日置郡中移住院村大技、清藤、日置郡移住院長大技、清藤。郵便番号は899-2506。人口は409人、世帯数は177世帯。日置市の東端部。 長谷川及び石ヶ谷川の下流域に位置している、両川の間は、海抜150メートル程度の丘陵畑地帯で、水田が広がる、田園地帯である。阿座駅の北方には、移住院長麦、生田、移住院長群、南方には、移住院長下矢口、西方には、移住院長、伊賀倉、東方には、移住院長、土橋、 鹿児島市関谷町、福山町がそれぞれ接している。中央部を鹿児島県道206号、徳重横井鹿児島線が東西に通っており、古く現在の県道206号に当たる区間は薩摩街道の一部をなしており、参勤交代の際の交通路であり、移住院と鹿児島を結ぶ幹線道路でもあった。沿線にある丘陵部には、 鹿児島城西高等学校が所在している。南部には南九州西回り自動車道が東西に通っており、付近には清藤工業団地がある。北部の多くを南九州カントリークラブが占めている。清藤という地名は鎌倉木より見え、薩摩国移住院のうちであり、名だなであった。研究四年の薩摩国処分注文には移住院清藤名とあり、戦国期に 伊住院が、島津市直轄領となった。江戸期には、薩摩国費沖郡伊住院座とのうちであり、村高は、由緒祭船町では583国余り、天保郷町では662国余り、急行急両取調べ町では599国余りであった。村域の中央にある、春日神社は、伊賀倉昭恒寺の浮き面地にあったという説がある。村内には、 大内田と呼ばれる地域があり、かつて大内田村という小村で2世帯ほどが住んでいたが、ハゲ村となったとされている。1889年4月1日に町村制が施行されたのに伴い、注意住院村の大技、清藤となり、1936年に注意住院村が調整施行し住院長となり、移住院長の大技となった。2005年5月1日に、 移住委員長が、日置郡吹上町、東市木町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された法定合併協議会である、日置中央合併協議会において、大和名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する。 と協定され、旧町名である伊住院長を従前の大技名である清富士に関することとなった。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である字の名称の変更が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が清富士から日置市の大技、伊住院長清富士に解消された。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。